どうも皆さんこんにちは、ケツンです。ということで今回は久しぶりにホラーゲームやっていきましょう。あー怖いね、怖い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 。今回やるゲームはですね、スペインのゲーム企業が作った異界というホラーゲームでございます。こちらまだね、プロトタイプで製品版が2021年に公開されるらしいんですけど、昨日ね体験版が出てきたので早速やっていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。プレイ。日本語対応し、私の魂はこの暗闇の中でひどく傷ついています。私は一人です。違うよ、君は一人ぼっちじゃないよ。彼は留守です。彼、うんだよ、彼氏持ちかよ。おめえはずっと一人だよ。え、何？妖怪がやってきて神社を守るために何もできませんでした。ここで私は代わりに私の考えや後悔の中で無意識にうめき声を上げています。さあナオコ来い、起きれ、今起きれ。私はナオコか、そういうことですか。前進する、前進前進。ほう、こうやってしゃがむこともできるのね。これどうやって開けるの。あ、なるほどね、クリックしたまま。くらー、暗い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 、わからんわからん。え、ライトは、ライトないの。そまー、え、これどうする、どうする。もう積んでんけど、見えるわけないやん。は、おーい、暗ければなんでもホラーゲームになるってわけじゃねえぞ。なもな、あ、やべえ、挫折しそう、速攻で。なんか怖いらしいねんけどな、和風ホラーがすごい割と、え、こんなに日本っぽい感じにしてんのっていうぐらい徹底的に日本のこと調べ上げて、和風ホラー怖いみたいな聞いたで。わからんもん、ここリスしたよな、ここリスして、こう行ってこうやで、こう走ってんのかな。暗闇振り返ったらそこにはほーら走ってないね。あちゃうね、そんなんちゃうね、どうでもいいね。いやマジでどうするんこれ。ちょっとスペインの人、これ、え、これ誰が全クリできんの、マジで。もう絶対なんかその調べんよ、実況動画とか攻略動画とか絶対調べへんからな。はい、調べました。もうわかるわけないやん、これ。ここになんかあったわ。いや、わかんのかな、わかる、いや、わからへん。はい、着いた。なるほどね。いやー、無理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 。ちょ、もう一回消して。うん、ちょっともう一回畳んで。ちょ、ごめんね。いや、ちゃんと怖がるから。見て。あー、なに。いやー、あー、わからんこともないけど。いや、もうなに、ごめんね。わかるわ。うん。言われたらわかる。でも言われんかったらわからへん。わあ！おい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 。この神社の壁に、うちに何かを感じています。呪われた物体がどこかにあるかもしれないので、見つけなければならないんです。これナオコが喋ってんの、スペイン語で、あ、英語で。ねえ、なんかおったで、あいつは、あいつは別の何かか。ふう、始まったということですね、ホラーゲームが。いいだろう、同じ過ちは二度繰り返す。ああ、二度どころではない、何度だって繰り返してやる。お、なんかメモあるよ。武士殿、私は彼女にあなたの側に戻すのができません。ふむふむ、なるほどね、わけわからん。お金は関係ないし、彼女はそれに値います。なるほど、深いな。私が彼女を保持できる限り、直子さんはここに滞在します。もう連絡を差し上げません。この手紙を私の最後の答えとして考えてください。飽きた神主あ、神主さん、あ、なんか神社の経営かなんか飽きた。言うなよそんなの、言うな。ゴリ液があるものでしょ、そのなんか神聖なものをさ、飽きたとか言わん方がええと思うよ。これ何これ。ああ、これはなんか男の人が頭にかぶるやつやね、これ。なんかこう調べれるようになってるけど、調べるだけか。おお、え、 BGM 今の声わからんな、なんかいいのかな、誰か、こんにちは、もしもーし。こんだけ降って全然しょうもない鈴やの。お、なんか始まりそうやな。はっ、ちょ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 、近っ、臭いやつ、俺の脳内に直接語りかけてやがる、小さい筒、てんてんてん、びっくりマーク、来いや。いや、すまんけどちょっとね、暗い、これむっちゃ暗い。もう編集で明るくしてるとは思うんやけど、これ鍵だ。近い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 、近っ、明るさ変えさせてほしいな。ほっ、なんかいるな、ガタ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 よ。いやね、
持ってこいや。くそ、音だけ聞こえやがる。なーに、どうしたらいいんだよ。あ、これ、ここは、あ、熱い熱い熱いんです。このお札は妖怪を閉じ込めて、え、じゃあ絶対開け、妖怪を閉じ込めてみた神主からですこんなさ、あの、YouTuber みたいに言わんといてほしい。妖怪閉じ込めてみた、みたいなさ、マジで日本語が意味わかんないから。あ、これこれや。ほら、この鍵、ここに落ちとるわ。あー、これチャリンチャリン鳴らしたから落ちてきたんかな。全然それはわからへんかった。これで開くんじゃない？やっと開いた！いや、なーげ、いやー、俺こういう謎解き系のホラーは、ほんと苦手だな。苦手。あの、謎解けないだるさで怖さ薄れてますよ。なんかあるやんか、これ。これは？ほらーだ！ほう。どうした？この仮面に悪さを閉じ込めるために、お札を作る。図書館には筆があるでしょう。これに悪さ、閉じ込めんのね。え、じゃあめっちゃいい仮面ってこと？これに閉じ込めたらいい。そう。明らかになんか悪いやつに見えるけど。あー、ここ開いてるやん。やっと生きるようになった。え、なんかあれ閉じ込めてるってことやな、ここ妖怪。こっからついに始まるということですね。こんにちは。ほらほら、かかってくいや。ほら、おんねやろ。うわ、クソロングウェイ。これ絶対後ろから来るよ。こんにちは。ちょ、やめて。あ、やだ。もうそんな、エッチ。エッチすぎる手の位置が。わー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 すげー。てか死なんのや。あ、もうちょ、やめて、左胸。もうそれ、おっぱい。もう、エッチ。あ、もうすっごいエッチ。そんなエクスタシーに、あー、そこは下のあかんところよ。エッチ。あう、あう、こんなはずじゃん、こんなはずじゃなかった。あう、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 あう。まさか幽霊に、やられるとはな、何もかも。くそ、新しい扉、開いちゃいそうだぜ。な、これ、後ろから来るんじゃん、これ。違う？いや、もう脳筋で行くしかない。わからんから。謎解き難しいもん。筆が見つけられるかしら。これは？これを探しているんです。鬼女。嫉妬が犯した凶悪犯罪は、女の人を死後、悪魔に変身しました。鬼女は彼女の名前。あの女の子は彼女の名前ってことかな。彼女はあなたの前に立ち、鋭い目、青い肌、鋭い角で、どの人間よりも強く立っている。これはあなたが見ることのできる最後の画像です。お、なんか拾った？中には筆があると思います。どういうこと？あ、筆見つけた。Okay. Step by step. Now we go to the table. 今テーブルに行ってお札を書き始めます。お札。ほう？うわ、なんやこれ？お札？何これ？正しくないようです。繰り返した方がいいようです。あ、なんか来た。これは安全な場所ではありませんやって。他の部屋を探します。いやいや、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。間に合う。これ何すればいいの？じゃあ、はい。なんか後ろから聞こえる。チンチン。できたー！チンチン！あー！何こいつ、これ鬼女？ディープキスしてきてるやん。いや、それはね、咀嚼する音じゃないよ。食べてる音じゃなかった。ディープキス。あ、もう変態、エッチなゲームだな、これ。これ、なんか、なぞればいいの？間に合うやろ。間に合う。うわぁ！ちょ、これ、ディープキスやって、これ。おい、やめて。失神するぐらい激しいディープキスしてきてるやん。ああ、もうこいつ、どっから来るんじゃ。これ、出ていいん？いるやん、いるいるいる。え、どうすればいいのこれ。踊ったらいいの？なんで鬼女と僕は接敵しないの？完全に一本道なのに。こんにちは、こっちは。あ、これつけてなんかやったらよろしいんちゃう？あ、かけるわ。しゃあ、俺のこのチンチンパワー見せてやんよ。舐めやがって。私がただのナオコだと思ったか？違うね、中身は立派なおじさんなのさ。で、これが俺のチンチンじゃ。受けよ、我がチンチン。光れ我がチンチン。満月の月明かりの下、今我がチンチンが狼にエターナルディスプレイアタック違うみたい、違うみたいよ。捨てよ。もう一回書こう。嘘つきは、灼熱時刻に落ちるわよ。これもダメ？これもダメか。具現化系の能力者じゃなかったわ。知ってる？ハンターハンターのネタやねんけど。
もう一回書こう。これ捨てよう。ほら、こんな、もう、ダサく。ち、萌えがまあまあ、ダサくだぜ。わかってるわかってるわかってる。書きゃいいんやろこれって、ほら。わかってんねん。こんな塗りたくったり、これ、はい、できたやろ、これ。これはできたでしょ、さすがに。めーっちゃ塗ってる。これはオッケーやろ。やめる。え、オッケーでしょ。で、この筆を仮面のところに持っていけばいいってことかな。え、さすがにいいよね。でもなんかオッケーみたいな、出らんかったけど。これ戻ってダメやったらどうする？いや、でもだ、え？なんか正面に誰かいね。正面に誰かいるわ。これあれか。あ、鬼女か。いや、来るか、これ。え、てか、筆さ、これ、いけんの？本当にこれでいける？なんか、そういうモーションない？もう一回ちょっと書いてみる？ま、なんか、ガガガガ開けてるわ。しっかりじゃあ塗るね。しっかり。いや、いいよ！しゃあ。とかまた言うてりゃ、これはどうですか？ど？ダメな！これ、いい、いいん！え、いいの？ダメな！ちょ、はっはっはっは！え、信じるよ！え、さすがにそんな、だって、がっつり、え、ガッチガッチでさ、やらなあかんことある？いや、でも、あそこにね、天狗が居座ってんのよ。天狗ちゃうねん。鬼女が。居座ってるってことは、いや、多分、ダメっていうことなんじゃないのかな。多分これちゃんと書けたら、あの天狗が移動してくれるんじゃないのかな。じゃあもうすっごいしっかり書くよ。うわ、なんかこういうのマリオパーティーであったよな。やばい、なんか来てる！ディープキス受けちゃう、これ、早くしないと。やだ、ディープキス受けたくない。もう、あいつのディープキス、あ、ほら、やったってなったわ。オッケー。早く仮面につけなきゃ なりません。ガッチガッチでやらなあかんや。で、これであそこの仮面が多分移動してくれるはずやね。せやろ？いや、長年の私のこのね、ホラーゲーム経験によるとね、多分そう。ほら、仮面いなくなってるやろ。やっぱな、ちゃんとやらないと、ここで殺されるようになってたんや、システムが。甘いな、甘い。私のゲーム経験と、お前のそのゲームデザイン能力。どちらが上だったかは、はっ！どこここ？後ろから誰かが聞こえます。静かにしなければなりません。なんかいる、なんかいる。いや、これ間に合うわ。これは間に合う。なんかチリチリしてるし。なんかお祈りしてるね。あれ、天狗ちゃんちゃん。残念だったな。開け、扉。燃えよ、ゾンビ。我が名は、決戦中級編。受けてみろ。ギャラクシー、スーパー、メテオリック、アニマル、バースト、ビースト、超やばい。アタック。もう意味わかん、え、なにこれ、なにこれ、ヒガンバナ、おや、どうした、泣いてんの、うわ、手長、その手とかでさ、うわ、セイリアンこいつ、それは泣くわ、その手でさ、引き裂いて殺したりしたらよかったのに、なんであの、みたいな殺害方法あるん、絶対手武器やん、なんか悲しいことあった、めっちゃ泣いてるやん、ごめん、なんか悪口言った、ごめんね、ブス。なんか、心当たりないねんけど、傷つけちゃったかもね。ブス。ゴミ。カス。何今のムービー。あー、これ明らかにでも、お化け側のアイテムやけどな。いいやつに見えんけどな。ん？こちらが鳴ってんね。ここ行けばいいのかな？こんにちは。Is that the priest？ 神主様ですか？うわー、これやられるパターンやろ。あら？遊んでくれてありがとう。なるほどね、これが体験版。はい、ということで今回はこの辺で、まあ、なかなかなんかその初見殺しとか驚かしポイントがあってすごく良かったですね。ただね、漁るところが多すぎると暗い。まあ製品版とかだったらさすがに明るさの調整はできるようになると思うんですけど、すっげえ暗くて見にづらかった。はい、ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。